はい、木曜8時になりました。またマイクを入れ忘れるという事故を起こしましたね今ね目の前のスタッフさんが笑っているはい、ということで本日木曜8時からそして9時まで南国の妖精藤崎美香のアシビナー12月から1時間番組になりました。イエーイ。今日こそは自分のマイクのスイッチを入れ忘れないぞと思っていたのにもかかわらずまたやってしまったという、そんな1日から1日からじゃないなそんな12月第1回目でございますよ。で今日もねギャラリーに遊びに来てくださっている皆さんありがとうございます。寒くないですかみんな、大丈夫大丈夫、よかった。でもね、あの先週遊びに来てくれた方とねまた同じ方来てくださっているんですけど、明らかに冬服になってますよ皆さんやっぱ寒いのかなってね思ったりもします。やっぱりあれですよ、あのミーもね寒いです。ちょっと明日からみー東京行くんですけど、実はね、あのライブのねお知らせとかなかなかしてなかったんですけど、ゲストさんがね遊びに来てくれたりとかしてて、あのそのゲストさんの告知だったりとかをこう中心にやってきてたわけなんですけれども、明日から実は東京に行って明後日し明後日とライブしてきます。イエーイ、拍手ありがとう。まあ、藤崎美香何をやってる人なのかっていうところからねまずお話しさせてもらいます と、この FM コドさんでパーソナリティをさせてもらって11月からパーソナリティをさせていただいておりますけれども、活動し始めたのが2年ほど前からになってまして、80年代アイドルソングを中心にカバーして歌うことから始めて、アニメソングのイベントに出させてもらったりとか、またね今日みたいなパーソナリティさせてもらったりと活動をしております。でライブをね11月は入れてなくて、全然11月はねなんかこう充電期間みたいなことしたいなって思ってやってたんですけれども、12月入ってライブですよ、秋葉原で萌え萌えキュンキュンですよメイド喫茶とかがねたくさんね皆さんこう頭の中にね思い描いてるんじゃないかと思うんですけれども、そういったところでライブをさせてもらって、また6日は池袋さん、池袋さんじゃないよ、誰池袋さんって違う、池袋でねライブをさせてもらって、でまた同じ日の夕方に秋葉原に戻ってライブということなんですけれども、いやードキドキだね。でも一番寒そうだなと思って、何着ていいかなとかって考えるわけですよ。だって今日でもちょっと寒いんだよ。あ、そうでもない？寒い？今ねギャラリーの方の声が聞こえるからちょっと会話をしてみてたりするんですけど大丈夫、シーって言わなくて大丈夫よね。今ねスタジオに一人なもので、さっきまでねスタッフさんが一緒にいたんですけど、気づいたらいなくなって、久しぶりに一人だな。なんか先週はね、あの先々週はゲストの方がいらっしゃってたので、なのでね一人ぼっちじゃない、寂しくないって、いや別に今も寂しいわけじゃないけどでもね、なんだか空間が広い感じがするなって今思ってます。ただ8時半頃からかな、今日はねゲストの方がいらっしゃって一緒にお話をさせてもらいますので、そのね前に藤崎美香とぜひぜひ皆さんお相手をしていただければと思います。この番組は沖縄県内での写真ビデオ出張撮影滋賀クリエイト、モデルタレント事務所グリーン沖縄の提供でお送りしております。この番組は沖縄市の FM 小座から藤崎美香がお届けしております。南国の妖精みーちゃんこと藤崎美香が送るリスナー参加型コミュニケーション番組、毎週私の決めたテーマに沿ってメッセージを募集しています。今週はですね、あのテーマを修行っていうことにしたいなということで、私のツイッターやフェイスブックなどでお知らせをしておりました。まあ、なんで修行かっていうのをねまたちょこっとお話しさせていただきますね。でそしてギャラリーに来てくださった皆様とも会話をしながらね、お話しさせていただきながらの1時間番組となっております。
この番組ではリスナーの皆様からのメッセージを受け付けております。 FM 小座のホームページからも送ることができますが、他にメール、ユーストリーム、ツイキャスからも同時に受け付けております。たくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 ファックス番号は098-934-8653、 こちらまでぜひぜひどんどんよろしくお願いします。さて、なんでテーマが修行かっていうお話なんですけれども、先週ね、遊びに来ていたツースターさんいらっしゃいましたよね。ね、あの聞いてくださった方ご存知かと思います。そのツースターさんがライブを29日にやりますよってお話をしていたんですが、実は29日にステージあって、ね、琉球忍者っていう歴史をテーマにしたユニットのね、舞台、ユニットというか舞台か、舞台をね2016年に、公開させてもらう予定で、でその PR イベントを、PR イベントを、国際通りの方でねさせていただきました。天物館で1時、3時、5時の3回に分けてだったんですけど、あいにくのね天候で最後の5時台がちょっとできなかったんですけど、1時、3時と、いやドキドキしたよ。だってさ、舞台、お芝居全然やったことないんだ、本当に。なのでお稽古したりとかいろいろさせていただいてて、こう毎日刺激がたくさんあるよね。ね、ギャラリーの皆さんがニコニコしながら温かい目で見ていただいて嬉しい、ありがとう。で、その2016年に向けての舞台ということなんですけど、なんかセリフを覚えたりするのもさ、役者さんってすごいなとか、感情を乗せたりするのもすごいなと思うわけ。もうそういうのもね、一つ一つちょっと勉強させていただきながら今、まあ、自分で言うのもあれですけど頑張ってますっていうことで、今日のねテーマを、皆さんの今頑張っていることとか、皆さんが今までに頑張ってきていたことだとかを、こう修行っていう言い方にしちゃったんだけどね、まあ、忍者だから忍者修行って言い方だったんだけど、まあ、修行っていう言い方でテーマを募集しようかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんのエピソードをねお聞かせいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さて、メッセージ届いてるかな、ちょっと見てみるね。はい、ありがとうございます。いただいておりますね、ありがとう。3代目日本恥かさ兄弟さん、ありがとうございます。お、嬉しいね。ミカも東京に向けて空を飛ぶ師走の12月です。わあ、ありがとうございます。知っていただいてる、めっちゃ嬉しい。1時間番組になりましたね。30分ではできなかったこともいろいろできるようになります。いろいろ面白いことができるといいですね。ちばりよー。で、1時間版アシビナーの最初のテーマは修行。うむー、私はそんなできた人間じゃないし、生活のすべてが修行なのだとか言っちゃうとかっこよすぎ。でもしばらく考えるとやっぱり修行なのよ、日々のすべてが。私は修行下手でどうしようもありませんが、日々の生活では気が乗らないけどやらなくてはならないものというのは結構あって嫌ですよね。でもやるほかで、やるほかないわけで、それを続けるためにいろいろ工夫することで嫌だったことが楽しくなったり、続けることでその先何かが見えてきたりする。これは修行なんだと自分に言い聞かせるのもその工夫の一つですよね。続けるために楽しむ工夫いろいろありますが、どんなことしてますか？私は脳内でロールプレイングゲームの主人公になってみたりして、脳内で背景やら状況やら場に応じて設定して、それがうまくはまると目の前の現実にワクワクし始めたり、なんてことをしてみたりします。ただやりすぎると目の前の課題より架空のゲームに夢中になりがち、気をつける必要がありますね、ということですね。ありがとうございます。メッセージね、もし長かったらカットしていいよってことだったんですけど、素敵なメッセージでしたので読ませていただきました、ありがとう。ね、でもさ、こうそんなできた人間じゃないし、生活のすべてが修行なのだって言っちゃうとかっこよすぎって書かれてるけど、でも生活のすべてが修行ってそうなのかもしれないね。だって日々こう積み重ねでできるようになってくることもあるし、
今日ご飯あんまり食べれなかったから食べようとかも修行？あ、違う、これは違うか違うな、なんだろう、修行、うーん、まあ、例えば遅刻したから今日は遅刻しないとか。あ、違うギャラリーの方に違うって言われてる。あのミーの修行は結構なんかみんなとずれてるみたいですね違うな、でも今思ったちょっと違うかもしれない。続けるための工夫いろいろありますが、どんなことしていますかということなんですけど、ね、実はあのこうスタジオの中だけじゃなくて、これギャラリーのいらっしゃる皆さんの声、あのこうガラス越しなんですけど結構聞こえるわけですよね。どんな修行をしてますかということなので、ね、皆さんね、あのこう大きな声で教えていただければ、電波に乗せて私が皆さんの代弁になって、代弁をさせていただいて、はいお伝えしますので、 OK ですと出ましたいいね、もうなんか来てくれるのがありがたい、本当ありがとうございます。そっか、どんな工夫、でもあれかな、そのなんだ、ロールプレイングゲームの主人公になってみたりして脳内でってあるんですけど、ミーは結構イメトレすることが多くて、イメージトレーニング、まあ、ライブだとか舞台だとか、まあ、ラジオもそうなんですけど、イメージすることが多くて、でそのイメージをしていると眠る前にするけど気づいたら2時間ぐらい経っちゃって結局眠れなかったっていうことが結構あったりしますよダメだね、ちゃんと寝ないとね、睡眠も大事ですねってことでありがとうございます。さて続きましていただいております、ありがとう AKB ファンさん、ありがとうございます。みーちゃん、みーちゃんファンの皆さん、 FM 講座お聞きの皆さん、こんばんみー。みーちゃん今日から1時間放送なんだね、ネタ切れしないでみー頑張れよテーマ修行、俺はなまだみーちゃんと出会って浅いので、もっともっと修行してみーちゃんのことを知れるように頑張ります。明日は FM 講座の大忘年会に参加して、次の日は沖縄から東京へ、みーちゃんの秋葉原ライブへ、忙しいな笑い。おお、あれ AKB ファンさん来てくれるってこと、秋葉原ライブっていう今ニュアンスだったんだけどね、そうだよね、おそらくね。わあ、ありがとうございます。2人、沖縄から2人ですかね、あの今ねギャラリーに来ている方が行くよって言ってたんですけど、あ、沖縄から2人遠征で来てくれる、わあ、ありがとうございます。いやね、なんか全国からねまた来てくれるっていうあの声とかもあったりして、今ねあのラジオ放送以外にネット配信でね動画を配信させてもらったりとかしてるんですけど、それで藤崎美香を知ってくださった方がこうライブにね来て、あの東京に行くんだったらライブに行くよって、遊びに行くよっておっしゃってる方がね何名かいらっしゃったりとかして、すごいありがたいですね。そう、あの FM 小座さんのね大忘年会があるわけですよ。明日だよね、そうだよね、明日はってことは、いいな、みーね参加したかったんですけど本当に、ただ明日から東京入りになっちゃうんですよ、だから参加できなくて、すっごい羨ましい、いいな。なのでまた帰ってきて、あとどういったことをしたのかとか、どういう楽しいことがあったかとかさ教えて、でまた来年参加したいなって思わせて上から目線だねでもね、あのいろいろエピソード聞きたい、いいねいいね、ありがとうございます。さあ、FM 小座ではユーストリームツイキャスからも配信をしておりますので、こちらの方今ねあのメールで、メッセージ読ませていただきましたけれども、ツイキャスの方からも、ね、テーマは修行ということで、さあありがとうございます。あ、いっぱい来てますね、ありがとう、トールニーニー、アラさん、ありがとうございます、ケインさんかな、ありがとうございます、たくさんね来ていただいておりますね。ガラス越しで見学したいっていうノブさんかなそう、ギャラリーに来ているね、遊びに来てくださってる方もいらっしゃって、でもねこれから冬ですよ、もう冬、今秋、冬だよね、20度ね、20度以下だともう寒いもんね、冬ですよ。もう皆さん暖かくね、ほんと過ごされてくださいね。ギャラリーに来ている方もね、暖かく過ごしていただけたらいいなと思います。さてさて、8時半からね、あのゲストさんをお迎えしてということだったので、その前に藤崎美香のね、あのお知らせなどなどをちょっとさせていただければなと思います。なんと、藤崎美香、
12月5日からファーストシングルを出すことになりました。イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。この番組のオープニングでも使われている Fly to the Sky というね、あの空をイメージした曲だったりで、エンディングに使っているひまわりという曲があるんですけど、そのね、あの曲を2曲入り、まあ、全部で4曲収録になるのかでね、あの皆さんにこうお渡しできるような形で、今日初めてだよ、 CD のねこの本体見たの初めてなんだ。めっちゃくちゃ嬉しくて、見えるユーストリームの方とかね、ツイキャスの方、ラジオのね放送の方はちょっと見れないんですけど、これをねまた、今回は秋葉原のライブがね、あの初めてのライブでの販売発売っていう状態になっちゃうけど、また沖縄でもどんどんこう皆さんにお届けできる場をね作っていきたいなと思いますのでね、あのこう皆さん手に取って聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてさて、そんな藤崎美香の曲をまずね、せっかくなので発売前に皆さんにお聞きしていただきたいなと思います。それではちょっと待ってね、準備するね今ね、あのこのミキサーというものをね自分で操作しながらやるんですけど、さてさて、これで大丈夫かな。はい、ではそれでは行きましょう。それでは皆さん、12月5日発売 Fly to the Sky お聞きください。未来
はい、お届けしておりますのは南国の妖精藤崎美香のアシビナーです。さあ皆さんね、藤崎美香のフライトゥーザスカイもお聞きいただきましてありがとうございました。さてさて、メッセージ届いておりますのでね、こちらも読んでみようと思います。ラジオネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます。みーちゃん、ゲストさん、ギャラリーの前に来ているみーちゃん応援隊の皆さん、 FM の小座さん、みーちゃんあれやっちゃっていいですか。よし、みんな準備はいい？せーの、こんばんは。こんばんはもう一度いくぜ、せーの、こんばんは。はい、こんばんはこれ一人でやるの、一人でやるのさ、てんやまんやイエーイ、ありがとう。みーちゃんファンナンバー600、あ、違う、ナンバー、カミカミだナンバー761、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、アシビナーネーム沖縄大好きです。さて今日のテーマは恒例のテーマボケのネタが切れかかっている話ではなく、テーマは修行。いくつか話したいのですが、修行ということで僕は常に修行しているようなものです。笑い。というのも介護の仕事をしている僕ですが、常に考えて動いています。専門学校に入って介護の奥深さはもちろんいろいろ学ばせていただきました。いろいろ苦しいことがあり、何度も逃げたい逃げたいと思っていました。自分の意見を言ったら否定されるのが怖くて、思ったことを伝えられないこともありました。でも先生たちをはじめ同期たちのおかげで、逃げることなく自分自身素直になることができました。そして専門学校を卒業して就職して半年以上経ちますが、慣れてきた部分があるとはいえまだまだです。これからもっとたくさん経験して頑張りたいと思います。では最後まで放送ちばりよ。ありがとうございます。いや素敵ですね。今じゃあお仕事一生懸命頑張ってるってことですね。介護のお仕事ね、いろいろ学ぶこともたくさんあるということなんですけれども、苦しいこともあり、何度も逃げたいと思ってたけれども、ということで今ねそれも乗り越えて楽しく介護のねお仕事されてるのかな。沖縄大好きさん頑張ってね、応援してます。さあということでですね、ここからは素敵な素敵な素敵なゲストをお迎えしてお話をしていこうかなと思います。ちょっと緊張されてるってことでね、入ってきた時からおっしゃってたんですけれども、はい、ではそれではお名前をお伺いできますでしょうか。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、沖縄市諸見里青年会の会長をしています、砂川光平と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは、諸見里青年会、5年目ですね、小屋智明と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。緊張してます緊張してます。緊張気味ですね。こうね、あのスタジオに入ってきた時から緊張してるって話をされてて、なんかね、前頭エイサー祭り出るよりも緊張するっていう言葉が出てたんですけど、はい、やっぱ違いますよね。違いますね、踊っているのとね、喋、ね、るのとね、はい、でもいいですね、やっぱ笑顔素敵ですね、とっても。ありがとうございますなんかありがとうございますあなたも素敵ですねという仕草をいただきまして、皆さんやったね。ギャラリーの方見たら誰も見てない いい感じのとこで見てなかったね、もうあーもったいないまあね、まあ、あと30分ほどなんですけれども、お話をねたくさん伺いながら楽しく放送していこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの砂川さんと小屋さんってね、はいはい、お名前おっしゃってたんですけど、はい、せっかくなので普段どうやって呼ばれてるのかなと、そしたらちょっとでも緊張をねほぐれたらいいかなって思うわけなんですが、あだ名的な、そうそう、普段なんて呼ばれてます。じゃあ、小屋さんから。僕ですか、うん、僕はですね、まあ、いろいろあるんですけど、うんうん、まあ、いつもはともちんと呼ばれてます。ともちん？はい。あ、そうなの？ちょっと、うん、そうですね。AKB が流行りだした頃ぐらいからちょっとともちんと呼ばれてます。みんなともちんだって、ともちん。聞こえた？大丈夫？大丈夫。聞こえてますか？オッケー、オッケー、聞こえた。さあ、ごや、ともあきさんでともちん。そうですね。とも下がともあきというので、うん、ともちんと。じゃあともちんって呼ぼう今日。あ、ちなみに私藤崎さんじゃなくてみーちゃんって呼んでください。あ、みーちゃん、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、じゃあ
砂川さんはなんて呼ばれてますか？はい、僕下の名前が公平って言うんですけど、うん、普段は公平って呼ばれるか立場上会長って呼ばれることが多いですね。会長、あ、そのまま会長って呼ばれるってこと、はい、うん、あ、じゃあともちんは会長っていつも呼んでる。僕はいつも会長って呼んでません。どっちがいい？会長の方が呼びやすい、やっぱり。あ、うん、まあでも青年会では会長って言ってるんですけど、うんうん、まあ、プライベートとなるとやっぱり軽い感じで。あ、そうなんだじゃあプライベートの呼び方、いつもの呼び方ちょっと呼んであげて。あ、いいですか？うん、公平、公平、公平って呼んでます、ね、公平って呼んでる。じゃあ公平、はい、じゃあ公平って呼ぼう。そしたら、あ、何でもいいです、ね、じゃあ公平って呼びましょう、はい、せっかくなので。じゃあ公平とね、ともちんとみーちゃんとでお届けしていきますよ、はい、ね。さてさて、お二人はまずね、なんで来たのかということで、はい、なんで来たのかって言ったらすごいね、なんかちょっと言い方おかしかったねちょっとおかしかったね、ごめんね。じゃあもう一回やろうね。なんでね、なんで、ま、もういいやなんでお二人はこの藤崎美香の番組に遊びに来てくれたのかっていうのをね、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、まあ、僕たち青年会の先輩のですね、はい、まあ、女性の宮島さんという方がいるんですけど、うん、この方のまあつながりというか、うん、このみーちゃんさんのつながりを通して、まあ、読んでもらったっていうことで、うん、諸見里青年会が今主催していてですね、ダンスパーティーというものがありまして、それの告知をさせていただけるということで、うん、ぜひ遊びに来ました、はい、あ、 ありがとうございます。さあ、そのね、告知の内容、せっかくなので先にお伺いしたいなと思うんですが、うん、お願いします。じゃあ告知させてもらいます、はい、私たちと一緒に踊りませんか。12月19日土曜日、諸見里公民館にてダンスパーティーを開催します。スペシャルゲスト中野町のライブ&バーリバースの専属バンド、リバースの皆さんがお越しになられまして、オールディーズミュージックのライブを聴きながら食べて飲んで楽しく踊れるパーティーとなっております。クリスマスをテーマにした飾り付けやハイテク機器で、照明などですね、ハイテク機器を使用して、うん、公民館なのにまるでディスコやクラブのような雰囲気を再現しています。音楽も誰もが一度は聞いたことのある曲ばかりで、幅広い年代で楽しめること間違いなし。時間が、19時から21時半までの2時間半、チケット前売り2500円、当日3000円、食べ飲み放題、踊り放題となっております。12月19日土曜日、ぜひ諸見里公民館に遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますということなんですけど、さあ、素敵なイベントですね。はい、そうですね。ダンスパーティー？ダンスパーティーです。はい、公民館で？公民館でやります。そうですね。どんな雰囲気なんですか？あんまり公民館って言ったらやっぱりイメージが、うん、まあ、公民館の建物、うんうん、やっぱりちょっとなんていうんですか、親しみやすいような昔ながらのような、うんうん、まあ、それをですね、クラブさながらのミラーボールだったり取り付けて、もうディスコやクラブといった雰囲気にもう変えて、踊りまくりますね、当日、はい、そうなんだ。これは青年会の皆さんも踊るんですか？僕たちはちょっと、まあ、実行委員会っていうものでパタパタしてるので、うんうん、あんまりこの踊ってる場所にはいないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、時間がある隙を見つけてはすぐ自治会長とか引っ張っていって、うん、うちの自治会長今女性なんですけど、はいはい、すぐもう無理やり引っ張っていって踊って、うん、じゃあその時は終わるんですね。その時はともちんと公平がエスコートするの？あ、そうですね、まあ、会長が一番やっぱ青年会の中で、うん、イケメンなんで、ね、僕は誘っても断られるんですよ。いやいや、そんなことないでしょう。皆さん遠回しにお誘い待ってますってことですよ。そうですね、よろしくお願いします。じゃあ これは、まあ、そうですね、ダンスパーティーっていうのはいつぐらいから始められてるんですか？今継続してやってるのが今回が7回になるんですけど、はいはい、約7年前ですねに復活させたっていう、うん、感じなんですけど、はいはい、まあ、以前はですね、昭和50年代ぐらいですかね、30年前ぐらいに、はい、もともと青年会の先輩なんかがもともとやってて、うん、でこれが一旦途絶えてですね、うん、またぜひ地域活性化を目的として、
やってみようかということで、はい、7年前からですね、うんうん、あの復活させて、はい、毎年皆様のおかげで成り立ってるんですけど、うん、これでやってます。へえ、いいですね、うん、これはさ、どういった方々が遊びに来られるんですか？なんか公民館とダンス、うん、こうディスコ的な感じ、はいはい、クラブ的な感じっていうこのイメージがね、うん、こう皆さんぼんやりしてるような感じの方ももしかしたらいると思うんですよ。そうですね。うん、まあ、自分なんて行っていいのかなとか、行きたいんだけどでも受け入れてくれるのかなと思ってらっしゃる方も中にはいるかもしれないんですけど、うん、どういった方が遊びに来るのかなって。だいたい来てくれる方たちはですね、まずあの自治会の関係者の皆さん、あの諸見里地域の地元の人たちですね、はい、がまず最初に遊びに来てくれて、であとこの、まあ、ダンスパーティーということでですね、あのダンスを専門にやってる方たちが、はい、あの僕たちリボン隊って呼んでるんですけど、リボン隊、はい、もうめっちゃ上手い人がいるんですよ、います、ね、まあ、数名いて、うん、この人たちも来てくれて、はいはい、であとはもうあの青年会のつながりのある方たちですね、関係者に打って、うん、もう若い女の子から男の子から、はい、まあ、先輩にーにーねーねーから、うん、おじさんおばさん、うん、まあ、もしくはおじおばあまでたまに来るかなっていう感じなんですけど、はい、もう年代が幅広い年代で来てダンスしてます、うん、ご飯も食べれるし飲み物もお酒も飲めますので、いろんな人が来ますね、たくさん、うん、去年は車椅子の方々とかも、そうですね、来てましたね、はい、あ、じゃあもう皆さんで本当に楽しめる、本当に、まあ、踊らなくてもこの雰囲気を本当に楽しめるようなと、イベントになってるので、すごい、こうお話だけ私聞いてはいたんですよ、ちょっとだけ、去年おとといぐらいかな、はい、聞いてはいたんですけど、ちょっと時間が合わなくて行くことができなくて周りの声だけを聞いてたんですけど、はい、私の母とかも遊びに行ったって話をあ、そうですか、父と母が行ったって話をしてたんですけど、はい、もう会場がすごく雰囲気がガラッと変わって、いつもの公民館じゃないっていう、うん、そうですね、こうキラキラしてるっていうね、はい、そうですね、これ来ないとわからないんですよ、うんうん、残念なことに写真では伝わらないクオリティなので、うんうん、めっちゃすごいです。やっぱあれですか、年々こうクオリティの部分は上がってたりするんですか？そうですね、もう毎年毎年、うん、まあ、ちょっといい意味でプレッシャーに感じながら、うん、このどういう風に次は作っていくかっていうことで楽しみしながら、うん、楽しみながらやっていってますね、うんうん、じゃあ今年のなんかテーマとかあるんですか？今年はまあ12月なので、あのクリスマスをテーマにしてやってるんですけど、まあ、あの、まあクリスマスですねテーマっていうか、もう本当にザ・クリスマスって感じでやってますね。去年とかだと2月にやって、この前回はあの何でした、バレンタインデーに合わせてやったんですけど、この時もあの飾り付けももうバレンタインをイメージした飾り付けで、まあ、ちょっとあれですけどディズニーとコラボしてみたいな感じで装飾を作って、うん、あのちっちゃい小人とか、はいはい、たくさんつけたりとかっていう結構すごいものに出来上がったりとか、うんうん、もうこれ毎年毎年やる日にちがあの決まってなくて、うん、あのハロウィンだったりクリスマスだったり、バレンタインだったりとか、はいはい、このなんかイベントがある月に合わせてやってるんですけど、うん、まあ、今回はクリスマスに当ててやるかということでやってます。じゃあこの時期っていうのは、これは 会長さんというか自治会長さんが決められたりとかされるんですか？今年は2月、今年は12月とか。これはこの委員が、あのダンスパーティー実行委員というものがあってですね、はい、この委員と、まあ、自治会で青年会の OB の先輩たちもあの知恵を借りながらですね、はいはい、一旦集まって次はいつに当ててやるかという話をして決めて行っておりますね、はい、毎年。そうなんですね、はい、じゃあこの日にちが決まって、じゃあテーマをどうしようかっていうのを考えて、はい、先ほどみたいなこうディズニーな感じにしようかとか、クリスマスみたいな感じにしようかっていうのを青年会の皆さん集まって決められるってわけですね。そうですね、この決める時の決定打みたいのってどういう風なので決めていくんですか？いろいろこうやっぱり楽しいイベントだから、はい、こういろんな意見があると思うんですけど、うん、あ、じゃあ今年はこれでいこうっていう決めてみたいのっていうのはどんな感じで決まっていくのかなと思って、来ていただいたお客さんとかとも、うん、まあ、ちょくちょくお話ししながらですね、はい、こんなのが良かったよとか、これ良かったって言ってくれるものを参考にして、うん、じゃあ次は
これに当ててやるかっていう、うん、まあなんていうんですか、大まかな案を立てて、はい、で時期的にじゃあ今回はクリスマスで行くかとか、うん、あのハロウィンで行くかとかっていう、うん、まあ、その時期によあのなんていうんですか、こんな話し合いするタイミングで、まあ、バラバラなんですけど、はい、その時に決めますね、まあ、決定だっていうか、うん、もうみんな皆さん の、 あの意見を取り入れてやってますね、うんうん、ああいいですね、じゃあみんなで作り上げるイベントっていう感じなんですね。そうですね、じゃあ、ちなみになんですけど、去年もその今おっしゃっていただきましたこのバンドさんを呼んで、はい、ということだったんですか。はい、そうですね、うん、毎回もうお世話になってます、あの、うん、リバースさんに来ていただいてですね、うんうん、めちゃくちゃ盛り上げてもらって、最後締めていただくんですけど、もうこのリバースさんが出た瞬間にもう会場がわーってなって、みんなめちゃくちゃ踊りまくるんですよ、あのツイストをやったりとか、皆さんツイストやるんですね。もうできないけど見よう見まねでめっちゃ踊りまくってもう男女老い若き関係なく、うん、みんなで踊りまくって盛り上がるって感じですね、うん、いいですね。じゃあツイストの他になんかこういうダンスもあるよとかってあるんですか。なんかあのフォークダンスみたいな、あのちょっと名前忘れたんですけど、うん、このフォークダンスみたいな踊りとか、うんうんうん、このツイストだったり、あのなんていうんですかね、社交ダンスみたいな感じ、社交ダンスみたいな。あ、じゃあもう一人で踊るのもいいし、二人で踊るのも、踊るのもいいし、複数で、で踊るのも、はい、何でもありですね、はい、すごい楽しそう。いいよねギャラリーの皆さんね。ぜひギャラリーの皆さんもめっちゃ踊ってる、ギャラリーでめっちゃ踊ってる。これをね放送のお聞きの皆さんにお見せできないのが悔しいぐらいいい切れ味出してました。ありがとうございます。そうなんだ。じゃあクリスマスということはなんかクリスマスらしいこととかあるんですか。クリスマスらしいこと、うん、衣装でもいいし、こういうイベントみたいのがあるとかでもいいし、あ、このダンスパーティー当日ですか。当日、うん、まあこのクリスマスこのに、まあ、ダンスパーティーをやるんですけど、うん、まあ、今準備もしながらですね、はい、他にどういったのがあのできるかとか、うんうん、どういったのをやった方がもっと盛り上がるとか、うん、ちょっと話し合いながら、話も進めながら、はい、あの今準備も同時進行で進めているところなんですよ。なのでちょっと当日来てもらっていうのはお楽しみということになるんですけど、うん、わー楽しみー、はい、ちょっとなんかハードル上げちゃいました、ね、大丈夫です、当日来てのお楽しみということで、はい、まあ、例年ね遊びに来てくださっている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、うん、やっぱり反応はいや最高です、いいですね。いいです。何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか。大体、まあ、たくさんだと思うんですけど、300名ぐらいは毎年来てくれてですね、はい、あのもう公民館に入らんだろうっていうぐらい、入らない、そうですね、めっちゃもう詰め詰めで、うん、もう立ちながら食べて立ちながら飲んで、うん、踊りまくってみたいな、で疲れたら横にある椅子に座ってみたいな感じで、みんなで交代交代みたいな感じでやってるんですけど、うんうん、休憩しながらね、はい、それがまたいいなーって感じでやってますね。こう地域と一体感、うん、はい、ね、皆さんとね一緒になってっていうのはすごく素敵ですよね、はい、そうですね、うん、じゃああれじゃないですか、こうなんかあれでした、確か5年目でした。そうですね、僕は5年目です、ね、5年目ですよね。ともちんは5年目ですよね。はい、公平は何年目ですか。僕は、7年目ですね。7年目、はい、ということはじゃあ毎年来てくださってる方に顔も名前も覚えられてるということもあるわけですよね、まあ、来る人次第ですけど、まあうん、まあ、ほぼ見覚えのある方たちが来てくれて、ね、おいみたいな、今年も頑張ってるねみたいな感じで言ってくれるんで嬉しいですけどね、うん、じゃあ一緒踊ろうとかっていうお誘いとかないんですか、その中で。僕はあんまりないですね。誘われないんですよ。誘う派じゃないですか。あ、誘う自治会長には遠慮しないでめっちゃ誘いますね。うんうんうん、自治会長だけは。僕も遠慮なく誘うんですけどね。いいですね。お誘いか、いいな。なんかいいなって言ったらみー誘われたいみたいな。さてさて、ね、楽しいお話もね、あのどんどん続いていきますけれども、ここで1曲お届けしたいと思います。ちょっとねダンスのナンバーでね、あのちょこちょこ調べてたんですけど、ちょっとねいい感じのが私の中ではちょっと出てこなかったので、私のミーの好きな増田聖子さんのナンバーお届けさせていただきたいと思います。さあそれではお聴きください。時間の国のアリス。
ということで、スタッフさんすいません、あのちょっと操作間違えたみたいですということで、時間の国のアリスをねかけようと思ったらちょっとね操作方法間違えてしまいました。スタジオ見たら FM 小座のスタッフさんがいらっしゃらないので、ちょっと呼んでみたいと思います。来るかな。じゃあその間にね、あのじゃあお話伺っておきましょうかね。来てくれたらいいな。こうね1時間の番組初めてなんですよ。そうなんです、先週まで30分間だったので、はいはい、なのでこうね、ちょっと今までできなかったことをやってみようと思って、うん、でその、別の機械の操作とかもしてみたわけなんですけど、ちょっと間違えてしまったのでそれも実況しちゃうっていうね。いいですね。なのでねこう呼んでみたんですけど、うん、来ない来ないということで、じゃあ、CM からいきたいと思います。 CM です。さあお届けしております南国の妖精藤崎美香のアシビナー、今日はですね諸見里青年会の浩平さんとともちんさんが遊びに来てます。ありがとうございます。お邪魔しております。お邪魔しております。僕たちこんな長い時間いていいのってさっきね CM 中おっしゃってたんですけど、いてください、一人じゃ寂しいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあダンスパーティーのねお話をさせてもらっていたんですけれども、はい、はい、ダンスパーティーうん、いいな。なんかこうさ、私もダンスするのも好きだし見るのも好きなんですけど、こうダンスパーティーっていう会場に行ったことがなくって。あ、そうですか。そうなんです、はいはい、なんでミラーボールの前、ミラーボールもねつけるんですよね。はい、そうつけます。めっちゃキラキラしてます。これ上につけるんですか。上についてますね。え、つけれるんですか公民館に。どうにか頑張って、先輩たちの手とかも借りつつ、うん、じゃあみんなで支え合い、もうそこから支え合いですよね。そうですね、はい、地域の支えとミラーボールの支え合いみたいな ね、 そ う、 ですね。うまいこと言ったつもりがよく分かったなって、ちょっと一人で反省したよ。すぐ反省した。さあさてさて、このね番組もあとね10分ほどなんですけれども、再度、お知らせをねあのしていただけたらなと思います。はい、はい、よろしいですか。はい、お願いします。改めて告知させてもらいます。12月19日土曜日、諸見里公民館にてダンスパーティーを開催します。スペシャルゲストで中野町のライブ&バーリバースの専属バンドリバースの皆さんがお越しになります。でオールディーズミュージックのライブを聴きながら食べて飲んで楽しく踊れるパーティーとなっています。
クリスマスをテーマにした飾り付けやハイテク機器で公民館なのにまるでディスコやクラブのような雰囲気を再現しています。音楽も誰もが一度は聞いたことのある曲ばかりで幅広い年代で楽しめること間違いなし、時間が19時から21時半までの2時間半、チケット前売り2500円、当日3000円、飲み放題食べ放題踊り放題となっております。12月19日土曜日は諸見里公民館にぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますということなんですけれどもね、そのダンスのね、ダンスパーティーのこう魅力をね、先ほどからお話を伺わせていただいてるんですけれども、はい、ちょっと気になったことがありまして、はい、チケットってどこで買ったらいいんですか？チケットはですね、僕も持ってますし、自治会、諸見里自治会ですね、公民館の方に行っても買えますし、Facebook、青年会の Facebook やってるんですけど、はい、この Facebook で情報も公開していてですね、事務局といいますか、この連絡先が書かれてて、はい、そちらに連絡していただけるとチケットを売ることができます。お、買ってもらえます。これは諸見里青年会で調べるんですか、公民館で調べるんですか？諸見里青年会で調べていただいたらですね、青年会のフェイスブックの方が出てきますので、はい、そちらに情報などがいろいろ書かれていておりまして、でもしわからない場合はですね、諸見里公民館に行って自治会長にチケットちょうだいって言ったら多分渡すと思うので多分ってことはダメっていう場合もあるってこと？いや、ダメではないですけど、まあ、ほぼ確実に渡してくれると思います、はい、ねダメって言われたら困るせっかく行ったのにって。でもね、やっぱ寒いから最近チケットをなんか電話とかなんかで連絡して置いておけたらいいなって思う人とかもいると思うんですけど、連絡先の番号とかあれば、まあ、あると思うんですけどね。お問い合わせ番号を読み上げてもよろしいですか？お願いします。ダンスパーティー実行委員長、砂川ですね。お問い合わせ番号は 090-6858-4822 です。もう一度言います、はい、090-6858-4822 となっております。砂川まで、ご連絡ください。チケットの方ぜひ販売いたしますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この前売りチケットだけではなくて当日もあるということですよね？はい、そうですね、当日もありますね。前売りが2500円で当日が3000円ですよね、はい、これは前売りチケットこれ予約を して当日受け取りたいんだけどって場合はどちらになりますか？もう予約っていうかですね、もう今までの流れから言わせてもらいますと、このチケットあるねっていう連絡が来て、うん、まあ、ありますよって言ってすぐ渡してきたんですよ。あ、かこの当日までチケット予約で取っといてっていうことが、多分ないと思うんですけど、そうですね、もうそれまでにはもう全部もうさばいてるんですよ。あ、そういうことですね、はい、もしあれでしたらもう当日来ていただいて、まあ悪いですけど、まあ、3000円いただいてめっちゃダンス踊ってもらうっていう感じですね。ね、でもその価値はあるということですよね。あ、もう絶対ありますよ、ね。安いぐらいじゃないですかね。そうですね。めっちゃお得ですよ。飲み食べ放題で3000円、なかなかないですよ、はい。なかなかないですよ。しかもダンスもできるって。ダンスもできるし、ね。食べて飲んで運動して、はい、最高ですね。まあわよくば出会いもあるんじゃないかなっていうぐらい。そうですね。すごいいいところなので。クリスマス、もうクリスマスだし、ダンスも踊りながら、この宿り木の下でみたいな。いいこともあるかもしれないっていう、ちょっと楽しみがあるんですけど、何かが生まれるかもしれないですよね。そうですね、そうですね、僕も生まれた一人なんですけどね。ちょっと番組最後の方でそれ何ていうのちょっと聞きたいよね。これ本当ですか？僕は去年、そうですね、去年のダンスパーティーで、まあ、出会った一人ですね。出会いをつかんだ一人です、そうなんですか。でも皆さん、はい、ました。やりますよ、諸見里公民館に、はい、ぜひクリスマス前に、まあ、あるので、クリスマスに向けてそこで出会いをつかむのもいいかもしれないですね。じゃあもう、ちゃんと綺麗にセットしてから行かないといけないですね、はい、そうですね。私あれなんです、こうちょっとテンション上がると沖縄のおばあみたいな喋り方になるんですよ。ちょっとそんな感じしたなと思って。そうなんだ、いいですね。じゃあその方と今も、そうですね、今も続いてます。皆さん、これはいい報告がたくさん聞けるんじゃないですか。今年もまた
かもしれないです ね, はい。他にもいらっしゃるんですか、ちなみに。この番号聞かれた人とかもいましたね。いますね。このお客さん遊びに来てくれた人が、はい、まあ、この、まあ、僕たち青年会で活動してるわけですけど、はい、あの人めっちゃかっこいい、番号を聞きたいんだけどみたいな感じで行ってきて、うん、あもうすぐあの人番号これだよみたいな、うん、すごい勝手に教えて勝手に大丈夫なんだ大丈夫です、大丈夫です。じゃあダンスもできる、食べれる、ね、食べ放題、飲み放題、はい、出会いもある、はい、もうこれ以上最高なクリスマスなんですね。そうですよ、これこそがクリスマスプレゼントみたいなもんですよ。そうですね。ね、でも日にちが12月19日土曜日、はい、そうですね。なのでここで出会って本番のクリスマスでね、はい、また楽しんでいただけたらいいなと思います、はいはい、いやいいですね。日時が12月19日土曜日6時半18時半会場で、19時から21時7時から半までですか、はいはい。じゃあ7時から9時半までありますね、はいはい、で場所が諸見里公民館、はいはい、インターネットで調べるときは、うん、諸見里青年会で調べるといろんな情報が出てくるということで、はい、よろしいですか、うん、はい、よろしいです、はい、でチケットが前売り2500円、当日が3000円となっておりますので、ぜひぜひ皆さん、出会いがないよ、うちの息子も行かそうかねうちの娘はどんなかねって方でも大丈夫です、はい、ぜひお願いしますで勝手に思ったんですけどね、私も。 いいですね、本当に。じゃあこのね、年末もどんどん皆さんにも楽しんでいただけたらいいなと思います、はい、ね、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。諸見里青年会の砂川さん、ごやさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。最後もあだ名から外れてます。本当だ。じゃあもう一回言います。諸見里青年会の公平とともちんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。世界中響かせたい、暗闇さえ切る勇気を、悲しみ抜け出す強さを、この歌に乗せて。あ、これって何分にあれですか、 CM 入っちゃうんですか。あ、初めてだから分かんなくて。あ、本当ですか、全然分かんなかった。